今日は素晴らしい絵画は、はい、首から上で掛けゲームでございます。はい、はい、はい、で、はい、ね、この中に絵の具の種類が入ってますので、はい、こう急いで3枚引いてもらって、3色の絵で、うん、テーマに沿った絵を描いていただきます。はい、ただし、首から使う部分は首から上です。はい、首から上を筆代わりに使って、はい、素晴らしい絵画を描いてください。なるほど。今日のテーマは、はい、秋です。おー、うん、秋を絵の具で表してください。わかりました。これ多分、はい、一番最初に感じる疑問、なぜ我々は裸なのか答えなくてもいいんですか。やっぱ首から上って言って、首から上だけどもさせていただく、さしていただくってことですか。はい、はい、朱色、藍色、黄土色です。結構いろいろ秋には、はい、うん、黄色、焦げ茶色、黄緑、おー、うん、秋っぽい、自然っぽい色だけど、僕は赤、黒、白、うわきつい、それはきつい。青、緑、茶。おお、明るいな。それぞれね。じゃあ、はい、その色。じゃあ、色をお願いします。持つ分に。これを持つ分にはいい。あ、これ持つ分にはいい。色塗るときには筆は。あ、そういうこと。あ、これ持つ分にはいいんだ。あ、スタート。ぐっ、まず。唇でいきました。え、下で描いてんの？すげえな。下で？下、うわー、すげえ。なにその。ちなみに味どうですか？味はね、あの化合物だったりします。ちょっとでもヨーグルトみたいな味しません？なんかふざけんな。いや俺なんか唇で、これはさ仕方ない、腹筋だから。うわ来た、ついに舌を。みんな無理して舌を使わなくてもいいんですよ。舌だったらうまく描けるかと思ったら全然そうでもね。確かにヨーグルトみたいな匂いします。はい、はい、終了でございます。発表します。わすげえ、メガネが、カジオさんメガネを利用しましたから。ピクニック。いいように抽象化してたね。私ここを使って花びらをかけましたので、お花でございます。シンプル。ただね、ちょっと秋感がね。鼻と顎でいきました。はい、紅葉でございます。おお、紅葉、小川ともう風に揺れる紅葉した木という、もみじというか、はい、うわ、顔面を、はい、こちらの方で、ね、どうやって使ったんですか。ちなみにこれ顔全体を使ってですね、はい、まあ舌で舐めずったり、一応下も唇を使ったりですね、顎とかですね、下も確かに、メガネっていうか下も、え、秋の空と女の心でございます。タイトルがすごいな、だいぶなんか大振りですね。はい、秋のイメージでございました。怖いな、全然意味わかんない寺島さんの絵は。そういう部族みたいな。せーの、はい、サムさん、やったー、勝ちましたー。やっぱもみじがね、やったー。これ赤と茶色引いたらまあ勝つ、勝てる。紅葉っていうのはもう大体いけちゃうからね。こういうくだらないゲーム僕勝ちますね。勝てば嬉しい、いいゲームなんですよね。いいゲームですね。